おしゃれパンチ覚えるウィチーなんか変のかい。うん、え、なんでもない、なんでもない。まあ、で出して声、え、あの先日 の、 あの DJ イベントでちょっと声やらかしましたね。昨日よりやばい。今日は何をやるんでしょうか。今日はね、俺が敬愛するブランドをね、はい、服を買ったので、あ、紹介しようかと見ようね思いました。なわけな、俺10年前あ、島村、20年前あ、違う、4歳の頃島村やったおそらくはい、じゃじゃん、おぉ、オフホワイト、出たこれ、あの、泥酔企画あったじゃん。はいはい、この時にサブ用にもと思って買ったものです。おぉ、ちょっと待ったお、ぬりさん、あ、ちょっと待っただけですよ、今。あ、だけ俺もオフホワイト買いました。いや、俺もちょっと恭平見ててすごいなと思って、なんか、うん、俺オフホワイトだぜみたいな。あって、俺オリジナルなの。よしよし、結構マブだから、はい、僕もなんとネットで買いました。おそれを紹介しまーす。はい、じゃあ俺からいきますか。はい、このね、買った時のこの袋めちゃくちゃ可愛いんです。おーい、おいオフホワイトはこれさ、俺の白とさ、色違いじゃない。そう、じゃあ俺がもらおう。違う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 、ダメ、おいおい、やばいって。お前、そうですね、そうなんだよ。ナイキが買ったオフホワイトの実は色違いなんです。あー、なるほど。じゃじゃん、出たー。どうしても欲しかった、これこれこれ、このマーク超可愛い。これ何円ぐらいしたんですか。これ48,000です。48,000。うん、だから俺、あの、レーズ企画の時に9万円ぐらい使ったのかな、結局。あのさ、今喋ってんだけど、お前全然映ってない。ここで言え。あー、そう、大好きで今、オフは。これしか欲しくない。お前何枚持ってる今。7枚ぐらい。7枚え、お前1週間オフはできるやん。いける、もういける。やったやった。はい、僕の紹介ですよ。はい、これですね。あ、それか。出てー。これマジかっけ。これかっこいいっしょ。で、後ろ側もこうなります。やっぱりこのバッテンがバチバチで、これやばい。そして横、こんだけ入ってやばい、10万ぐらいするやろみたいな。これいくら、おいくら前なの。これうん、何が正解。100万円。やっぱり安い方がウケる。じゃあ、ちょっと一回やけど適当にバッて言うから、うん、めっちゃ笑ってやる。あ、いや、全部笑う、じゃあ全部笑う。300万円。3万5千円。こんなにデザイン入って3万5千円ぐらい。これ5万オーバーぐらいするけどね、こんなデザインで。めちゃめちゃ怖い。これもうだから夏なのに買っちゃったもん、長袖やけど。俺ネットで俺も買おうじゃん。最近このね、大輝さんもね、オフホワイト、オフは恐竜。はい、ということで、以上紹介しました2点のオフホワイト、合計金額約8万円。こんなもんサブちゃんでしょ、するな。俺もこれからどんどんオフホワイト増やしていく。おー、大輝みんな、もうマジでね、オフホワイトマジで好きなんで、イベントでプレゼント待ってます。すっげー画面で。はい、ということで、大丈夫ですよ、プレゼントはね。メンバー全員インスタグラムやってますので、概要欄からチェックしてみてください。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。お願いします。